木村今先生の作品スクリーンの外側で、はい、こちらでございますね、うん、はい、この漫画のストーリーご紹介いたします。ささやかな非日常を求めて映画館でパートを始めた主人公のしおり38歳。うん、圧力のある夫との結婚生活は息苦しく虚しい。そんなある日、しおりは主婦友達が出会い系アプリを使って男性と会っていることを知る。良くないと思いつつも、しおりは夫への腹いせで登録。うん、すると主婦と知りながらもたくさんの男性からメッセージが。そこで会話の弾む男性と出会い、何気ない会話を楽しむ。さらにパート先で親しくなった大学生の東郷からも二人きりで会いたいと言われてしまい、という概要なんですが、うん、まだしおりと東郷くんがお互いにマッチングアプリを使っていることを知らない時の二人のやり取り、うん、はい、はい、というわけでよろしいでしょうか。それではお聞きください、どうぞ。あのアプリってどうなったんだろう。こんなにメッセージが来てる。一晩なのに。こんばんは。僕も既婚で、人妻さんと会いたいです。私まだ需要がある。こんばんは。よければ。この人はアイコン自撮りじゃないな。私と同じようにやましい気持ちで始めたんだろうか。僕はあまり話すのは得意ではありませんが、ここで日々のことをお話しできたらと思いました。日記みたいでいいですね。日々のことなんてな。東郷くんって喋らないな。あれ、今日お昼東郷くんとかな。はい。お疲れ様。お疲れです。私もよくその冷凍食品使うよ。全部冷凍食品なんで楽です。会話になった。自分で用意してるの？はい。偉いな。加山さんって映画好きなんですか？あ、私はそんなに見るわけじゃないんだけど、詳しくないから働いてみたいなって思って。東郷くんは映画よく見るの？そうなんですか。なんか気になってたんですよね。映画好きなのかなって。そうだよね。映画館で働くって言ったらね、コンビニとかスーパーでいいようなものだよね。いや、そういうんじゃなくて、映画変に見ててマウント取られたりする人じゃなくてよかったです。不器用な子だな。でもフォローしようと考えてくれてる。嬉しいな。僕映画を撮っていて。すごい。ああ、違うんです。本当趣味程度で。いやいや、すごいよ。東郷くんって映画撮りたいんだね。わあ、なんてピュアな反応。地味な大学生と思っていたけど、こんなにキラキラした子だったんだ。見てみたいな。そんなこと初めて言われた。誰にも見せたことないんです。見せなきゃもったいないよ。よかったら見せてってなんとなく言えない。秘密を共有して しまうみたいで。今度見せます。時間ください。私でよければ。そういえばパートどうなんだ？慣れた？うん、慣れてきたよ。今日はバイトのこと話してね。お友達作りか。いいな、気楽で。そうだね、今のところうまくやれてる。まあ、ただそんな言い方嫌なのに。なかったことにしようとしてる。あれどうなったんだろう。今日の日記です。今日は久しぶりに女性と会話できました。いつも構いすぎてうまく話せてないのですが。
今日はうまく話せたと思います。今この子に対して感じるワクワクした気持ちは旦那に対しては裏切りだ。でもお互い様だよ。私はもっと傷つけられていて修復も不可能だ。よかったね。私は今日は